はい、JR 倉敷駅ですね。列車は6両で到着します。前から6号車、5号車の順で一番後ろが1号車です。入席は4号車、5号車、指定席は2号車、3号車、6号車、グリーン車は1号車です。ヤクモと表示した足元表示のところでお待ちください。この列車は岡山まで止まりません。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。The Limited Express Yakumo 24 departing at 18:28 bound for Okayama will be leaving from track 5. This train consists of 6 cars. Car 6 is the front of the train and car 1 is the end. Cars 4 and 5 are non-reserved. Cars 2, 3and 6 are reserved. Cars 1 is the green car for passengers holding green car seat reservation. Please wait at the location of tags, which are indicated as Yakumo. This train does not stop to Okayama Terminal.ヤクモ24号が間もなく接近しております。ひょんなことから乗らないと思ってたヤクモの381系に乗車チャンスがやってまいりました。一駅だけですけどね、特急券をちゃんと用意しております。特急券もですね、さっき買ったのいいんですけど、 JR 西日本はちょっとね、乗り継ぎ割引って制度があったはずなんですが、なんと乗り継ぎ割引制度はなくなったんですね。760円きっちり取られます。当然といえば当然なんですが、自由席特急料金760円です。湘南新宿ラインのグリーン車より高いって、まあまあね、特急なんでそれなりの速度で走っていただけるということで、まあ、ヤクモってよく揺れるっていうね、どんだけ揺れるかをぜひ体験して帰りましょうね。 JR 東海が負けた腹いせではありませんがね、新大阪まで新幹線を課金して帰ろうかなというふうに思っております。 JR 東海が負けたんで京都まで課金しません。新大阪で降ります。前から6号車、5号車の順で一番後ろが1号車です。自由席は4号車、5号車、指定席は2号車、3号車、6号車、グリーン車は1号車です。ヤクモと表示した足元表示のところでお待ちください。この列車は岡山まで止まりません。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。ここでいいのかな。 The Limited Express Yakumo 24 departing at 18:28 bound for Okayama will be leaving from track 5. This train consists of6 cars. Car 6 is the front of the train and car 1 is the end. Cars 4 and 5 are non-reserved. Cars 2, 3 and 6 are reserved. Cars 1 is the green car for passengers holding green car seat reservation. Please wait at the location of tags, which are indicated as Yakumo. This train does not stop to Okayama Terminal. しかしだいぶ訛りのきつい英語ですね。英語喋れない私が言うのもなんですけど、28分発のヤクモは間もなく接近してくるはずなんですが、26分だからまだ来なくても不思議じゃないね。さ
1番線ホームには115系の山陽本線、列車が参ります。ご注意ください。6号編成のはここに扉がねえって書いてあるな。ちょっともっと前行くか。じゃあご注意ください。6両で来るって書いてあったんで多分ここですよね。多分6両編成の6号車、ここでいいですね。さあ列車が参ります。お、国鉄色だ。これはレアな車両が来ました。せっかくだから座りましょう。あ、指定席って書いてある。特急24号岡山行きです。この列車は特急列車です。乗車券の他に特急券をご用意ください。特急券をご用意ください。終電車で岡山方面をお越しのお客様ホームでお待ちください。すげえな、段差がすごいですね。ここは自由席ですね。なのでちょっとどっか空席を見つけて座りましょう。どれだけ吐くのか気になるところですね。外の撮り鉄さんがちらほらいます。これ、物が置けないのってサービスレベルとしてはどうなんですかね。でしかも面白いのはここがぼっち席になってるんで足元広いんですよ。多分こいつがあるんで椅子を2つ置けなかったのか、置けたとしても椅子が回転できないんでしょうね。さあ16時18時台、私にとっておそらく最後の381系乗車だと思います。せっかくなら伯備線でよく揺れるやくもに乗りたかったんですけど、結構飛ばしますね。ああ、これは700円の課金してよかったな。いい走りっぷりです。先ほどの JR 東海の配線を、忘れさせてくれるいい走りをしてくれます。先ほど JR 東海 の、 野球部のお偉いさんとちょっと話す機会がありましてですね、
車番が面白かった。原発に来られても大丈夫だよね、車掌の原発を、確認。今回は私の乗車券ちょっと変わってます。この機械ですのでご案内いたします。どこ行っちゃったかな。私の今回の車はこれです。経由地が多いので自動改札が使えない乗車券になってしまいました。はい、マスカットスタジアム最寄り駅の中小駅を通過しています。丹羽瀬駅を通過して、丹羽瀬駅と北、なんだっけ、北なんちゃら駅、の間のラブホ街を過ぎて、間もなく岡山に到着する予定です。この先、小玉号か桜号で帰ろうかなというふうに思ってるんですが、のぞみ号に乗って JR 東海のチャイム聞くのも悪くないなってところなんですよね。Thank you.
れが岡山ドームですか。まあドームっちゃドームですね。さ、まあ特急料金払ったんで早く着いてくれるのに越したことはないんですが、なんか本当にあっさり着いちゃうんで、ね、もうちょっと乗ってたかったなっていう、このヤクモっていう特急列車ですね。あのみんなヤクモじゃなくてハクモって言ってたぐらい乗り心地が悪いことで有名だったんですが、誰も吐く人もおらず、ただ、ね、あの重心を低くするために全ての機器類をこの下につけてるおかげで、こういったダクト類は上に、本来多分冷房の装置も上にあるはずのものを下に置いたんで、こういうものがついちゃってるんでしょうね。これもおそらくもう間もなくすると新型なのよくわかんないけど、新型なのか、それともどっかの地区から余剰になった、681系でも入れるんですかね、よくわかんないですけど、少なくともこの381系は撤退する予定です。あ、三原行きね、三島行きってかと思った、三原駅ですね。あ、今スーパー稲葉が見えましたね。去年乗りましたね、スーパー稲葉。はい、岡山駅到着です。意外と早かったですね。旧国鉄色なのでカメラ向ける人がちらほらいますね。はい、ご乗車ありがとうございました。